ジャノドは Java プラットフォームのオペレーティングシステムを開発するオープンソースプロジェクトである。ブート部分でアセンブリ言語を使っている以外はすべて Java で書くというユニークな方針を採用している。Java コンパイラは通常実行時コンパイラだが、このプロジェクトでは Java コードからネイティブのバイナリを生成する。このため、ほとんど全体を Java で書くことができている。百九十五年、 ユーとプランズマが Java ブータブルシステムとしてプロジェクトを開始した。しかし、新言語とアセンブリ言語の使用量の多さに失望し、JBS2 という新たなプロジェクトを開始した。ジャノドは3世代目の試みであり、2003年に開始された。ジャノドでは Java とアセンブリ言語しか使っていない。現在、システムはファイルシステムとして、 EXT に FATNTFSISO9660 をサポートし TCPIP が実装され GUI が動作し USB 機器を利用可能となっている。JANOD は CD-ROM からブート可能で各種エミュレータ上でも動作する。JANOD ではクラスライブラリーとして GNU クラスパスを使っておりあらゆる Java プログラムを実行できる予定である。 フリーソフトウェアであり、GNU レッサーゼネラルパブリックライセンスでライセンスされている。ありがとうございます。